年番町第一本町次年年番町第二本町区の役員が舞台に上がります。前年大総代八木橋博隆が口上を申し上げます。新狩中町区より年番を申し送りてより1年本年の熊谷八鷹神社大祭内輪祭りも御祭神八鷹の狼のご加護のもと関係各位のご支援ご協力を賜りつつ年番町をはじめとする大祭役員の献身的な奉仕により狼を元宮にお送りする官女の神事を目前に無事終了への運びと相なりました。謹んで厚く御礼申し上げます。年番町第一本町区は県政筆頭なるをもって公私中間を大祭の基本理念とし初期の目的を十二分に達成しその成果を郷土のレガシーとして今後に託します。ここに大総代石山陽一より迎え年番第二本町区棚沢正幸に伝来の年番札とともに栄えある大総代の重責を申し送ります。以上平成27年4月22日前年大総代八木橋博隆年番町第一本町区より次年年番町第二本町区へ年番提灯を送ります。
石山陽一より次年大総代棚沢正幸に年番札を贈ります。します。